米大リーグワールドシリーズドジャース、ヤンキース25日、米カリフォルニア州ロサンゼルスドジャースタジアム、ドジャースの F ・フリーマン内野手35が25日、日本時間26日、4戦戦勝のワールドシリーズ WS 第1戦、本拠地ヤンキース戦に3番、1塁で先発出場。4回の打席で起きた、陳時、で球場がどよめいた。 右足首を捻挫しながら強行出場を続ける鉄人は初回2試の第1打席で痛みをこらえ、左翼戦への三塁打を放ってファンを沸かせていたが、0対0の4回1試で迎えた第2打席。佐久木犀ヤング賞の剛腕、コールの3球目、外角のカットボールでバットが真っ二つ。1、2塁間の肩まで飛んでいった。バットを交換して4球目、今度は内角直球に同じくバットが真っ二つ。 再び同じ一・二塁間にバットが飛んでいき、今度は一ロに倒れたが、まるでリプレイのようなシーンが2玉続いた。43年ぶりに実現したドジャースとヤンキースの頂上決戦は、大谷 VS ジャッジの WS としても注目を集めている。シーズン50発以上の2人が激突する WS は史上初。両リーグの本塁打王対決も68年ぶり6度目となっている。